もしもピューチンがハーゴンと同じだと気がつくことができていたとしたなら、双剣団子を使って遊んでおります。間違えた。ああ、まあいいや。草原の元でも巻いちゃう。どうしよっかな、無駄遣いだよね。まあ、いっか。
草原南国とね、違いはないかもしれない。今日やろう。ここ一つの部屋だから。花が咲いちゃうと教会じゃなくなる可能性があるんだよね。大丈夫かな？花の咲いてる部屋とかね、草の生えてる部屋とかになる場合がある。なんかちょうどいいね。ちょうど草原団子がなくなりましたね。ここはね、草が生えると違う部屋になっちゃうと思うんで、まあでもここは置きたいな。もうちょい作るかな。いやでもね、置きたいな。そこ違う部屋になったら草を取ればいいんだよ。なんかババンゴーの実ができてそうな空だけど違うんだよね。時々気がつかないでやってることもあるんだよ。寝るか。何が平だよ。何が平だよ。ここも来たいな。どうしようか。ドアがない。ここがこの部屋に。
どうしようか。なんでここが穴開いてんだっけ。あ、そうか。ああ、そっか、そっか。そういうことか。あ、まあでも、格子置いちゃおう。君どうやって入ってきたんだここに。しょうがないな、工事してあげよう。あ、そっか、これ一つの部屋だから。ここに置けば全部やってくれるんだよ。まあ、損したな。向こうもそうなんだな。一つの大きい部屋はね、一個でやってくれるんだよね。やってくんないよ。いや、実はやってくれてるけど、ちょっとバグってんじゃないかな。
やってくれないのかな。やってくんないのかな。やってくんないんだ。細すぎてやってくんないんだよ。バグってるよ。もうやってくんないのね。あ、やってくれてる。
これやってくんないんだね。なんかあるんだね。あそこの壺にも肥やしがたまんないから、あそこはねちょっとね町の境目に接してるような感じになってるのかもしれないな。これね、買ったら終わっちゃうからね、別のとこがいいかな。これ貴重品だからね。そこは草を取るための場所だからね。ババンゴの実が現れております。一個は見つかったけどね。いや、ないね。あ、やべ。トマト畑の方にあんのかな。ここにあるじゃないか。
あとどこにあるんだろう。わかんねえな。トマトワールドだったっけをちょっと見て。そこになければもうないんじゃないかな。トマト畑とキャベツ畑。あとは外だね。二つあるね。とりあえずこっちに二つあるんで、どこだかな。あそこにあるじゃん。あそこ取りにくいね。上の方にあるよね。そこはやめようかな。別に爆発しても支障はないよ。電の中というか、
発する、爆発する、終わった。さて、やることがなくなったね。ちょっとキングオークがいるかどうか確認しに行こう。世界中の歯が欲しいんだよ。もらえない。もらえない。何ももらえない。なんかくぼんでるね、いっぱい。くぼ地には水を飲まく。戦いにくくなるけどね。なんかね、汚いけどね。
やることがなくなっちゃったな。拠点に帰ろう。もう収穫祭だな。拠点に帰ったら、突然雨降るね。天気いい天気だったのにね。もう収穫祭だね。モンゾーラ終わっちゃうね。嫌だな。でもまだディスの個人部屋とかね、作ってないよ。今は夕方。チャコちゃんに話しかけてみるか。さあゼレンさん、育ててみましょう。クックック。やったー。かぼちゃね、かぼちゃの種を取ってで、また植えればいいんだけれど、それはやりたくない。あ、でもこの、あ、でもね、ダメか。またね、襲撃か、ババンゴミが現れて、カボチャの種をゲットして、それを植えてもらって芽が出る。まで待つか。そうしよう。暗くなったね。今でもこっちのお風呂使ってくれてんのかな。あ、使ってくれてるんだね。嬉しいね。あそこの風呂が好きな人がいるんだよ。嬉しいですね、それはね。相変わらずここのお風呂は誰も使わない。あ、使ってくれてるね。おお、いいね。ここのね、外の外風呂。あ、この外風呂も使ってくれてる。昔は使ってくれなかったんだけどね。みんな、いろんなところにある。いろんなお風呂を使ってくれております。さてどうしよっかな。やることがなくなっちゃったな。前にいるか。この人の部屋もね、青々としております。こっちの部屋も青々としております。いいですね。相変わらずここはやってくれないんだよ。相変わらずここはやってくれないんだよ。多分ね、この壁が境目だから、境目に接してる部屋はやってくれないんだよね。境目から一個こってな。でもね、向こうはやってくれてるからね、それ関係ないな。まあちょっとバグですね。
いいね。あ、ここも置きたいね。はい、違うんだこれ、間違えちゃった。これはいらない。ここも ないんだな。この中に置くと草が生えるから置かない方がいいんじゃないかな。まあでも
ランココイン。草を生やしたいところだけどね。まあでもそう、こっちをやるか。もったいないな。いや、もったいない。いいね、気持ちいいね。お腹が空いている。もういいですよ。何がいいんだよ。何がいいのかな。もうやることないね。もったいないな。
もうこれでいいや。さて、一旦終了にしよっかな。じゃあ今回はここで終了にします。じゃあ皆さん、さよなら。